行動してから1年最後にこれまで都会裁判がやってきたことと、そして福島の状況について今まで何をしてきたか、そしてこれから何をしていくべきかということを、こうしたそれぞれが向き合うような形の椅子の形で、みんなで、きちんと考えてみようということを企画としました。7月27日に判定前でスタートした福島集団都会裁判の東京アクションは、翌週には文科省前で抗議行動をするようになったんだったな。そうでしたね。福島に住んでいる人たちの現状をたくさんの人たちに知ってもらうために僕らが登場したんですよね。で、この、まさに結果を踏まえて自民党が政権をまた回復して、厳しい状況になったんですが、それを踏まえて来年の1月27日に仙台高裁の裁判があって、これがおそらく最後の裁判になると思います。福島の声を上げることが一番やっぱり電力の方々は恐れているとどこ行っても言われますので、本当そういうことなんだろうなと。世界的にも福島は忘れ去られるようでありながら、やはり4号炉の問題を抱えてますから、どうにか収束の方向にはしなきゃいけないけれども、原発は平和利用していきたいというその権力側からすると、やはり福島の声が一番、ここの声をどう引き出していくか、